皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もシビライゼーションの時間がやってまいりました。今のところでも特にイギリス以外は、避難声明と、ムンバイは敵対してるけど、それ以外は中立だね。そうだ、大使館が置けるって言ってたな。置けるのかな、ちょっと後で見てみようかな。ここ何事にも限界がある。戦士、戦士を覚えることができました。さらにここに、牧場を建てちゃってと。で、開拓者は下の方に向けていってと。さあ、だいぶ近寄ってきたね。本当に近いね。もう少しだ。ちょっと待ってよ。都市に向いてはいないけど、ここら辺かな。ダイヤ、いや、こちら辺の方がいいのかな。鉄、ここら辺りに建てようか。そのルートで行きましょう。さて、次のターンへ。中国とか怒らないといいけどな。ちょっと近いから。コンゴの政治が共和制に変わったみたいだね。そしてルーアンが、リスボンが一番お得かな。4ターンで、12ゴールド、いいんじゃない。さて、そしてこちらね、農場系かな。農場系ちょっと進めていって、都市には向いてはいるのかな。ここら辺か。よいしょっと、少し進めて、もうちょっと下がどうなってるかわからないのがね、ちょっと残念なところだけど、一旦ターンスキップ。さあ、もう少しだ。もうほんのちょっとで上陸だね。さあ、次のターンへ。これで進めていってと。いや、楽しみだね。ダイヤモンドと、そしてこの鉄欲しいね。さあ、覚えました。これね、製材所か。今までこれ覚えてなかったみたいだね。さあ、これで覚えて、新しい研究の方は、どこ覚えたんだっけ。ここら辺を覚えたか。その次でどこがいいかな。あ、これを覚えたんだ。ここら辺かな。城か。いや、待てよ。他にね、覚えても良さそうなところね。火薬とかも良さそうだね。そうだね、ちょっとブーストはかかってないけど、火薬取っていってもいいかも。マスケット銃兵っていうのこれ覚えられるみたいだね。よし。まずはこちらを取ってからっていう感じか。新しい生産、ルーアンの方で大聖堂か。いいんじゃないかな、推奨だし。じゃあ大聖堂。そしてラ・ロシェルの方が、おすすめね、聖地か商業ハブかっていう感じか。そうだな、聖地。わ、すごいポイント入るじゃん。これいいところだったんだね、意外と。そうだな、あんまりね、特に何もなさそうなところがいいんだけど、この場所かな。よし、ここにしましょう。聖地。そして、開拓者を動かしてと。あ、蛮族がいた今。
ここら辺が一応適してるみたいだね。でさらに、あ、そっか、製材所が作れるようになったんだ。じゃあ製材所作っとこうかな。さあそろそろ上陸が近づいてきたね。うん、次のターンで上陸して、ここら辺目指していこうかな。さあ次のターンへ。怒ってないかな、大丈夫かな。スキタイムなんだかんだ言って怒ってない。あ、そうだ、あとは、大使館が起きるかどうか、そう見てみようって言ってたんだ、忘れてた。ちょっと見てみようかな。自由な精神、良識への信頼、人類への信頼、これがヒューマニズムの4つの柱だ。政策を覚えられるようになったか。ちょっと待てよ、進行力で買えるところないかな。あ、これ買えれそうだ、これ買っちゃうかな。700進行で。そうだね、他のプレイヤーが買いそうだもんね。あ、またはここもちょっとねいいかなと思うけど、大技術者、こちら買っちゃおう。高名な芸術家が我々の文明に感銘を受け、素晴らしい芸術作品を生み出すべくやってきました。こうした傑作を収蔵するための場所をすぐに作るべきです。もっと詳しく教えてくれ。大芸術家、初めて撮ったんだよね。大芸術家は発動すると傑作ねを作ってくれると、助かるね。さて、こちら製材所、作って、あ、ブーストかかったね。さらにここ、あ、どうか、開拓者の方をね、まあここら辺か、都市作っちゃうか。さあ新しい都市完成いたしました。この騎馬兵をね、まあ蛮族に戦わせちゃおうか。もう死にそうだもんね、蛮族。あんなところに。ちょっと待って、石膏をちょっと動かしたいところだな。でちょっと外して開拓者を上陸。でもこの船に関してはもうこの海洋ぐるっと探索してもらおう。で、ちょっと待てよ、石膏をちょっと生産してみようかな。この場所でゴールド消費して石膏65ゴールド、さらにできれば労働者も買っちゃった方がいいかな。買っちゃおう。他にゴールド、そうだな、宝物庫、買っちゃって、さらに進行力じゃ買えないもんね。他に買えるところ、ここらあたりかな。買っちゃおう。これぐらいに止めとこうかな。さあそして生産を見てみましょう。新しくマルセイユ、そうだな、商業、聖地、そして美術館か。確かにこれはねありがたいところだね。どっちか覚えようかな。商業ハブ、聖地、いや悩むな。特に遺産に関してはね建てられないから、そうだな、どうしようかな。美術館、悩むな。考古学、こちら建てましょう。さあそしてこちら新しく、この都市に関しては、あ、スパイが作れる、スパイ作ろう。で、新しい都市、ここね、どうしようかな。覚えるのすごい時間かかるよね。
18、14単ぐらいが一番なのかな。貿易商か、労働者25単だもんね。悩むけど城壁にしとこうか、さあリヨンの方、交易路を選んでいきましょう。どこが一番いいかな。下の方進んでいって、やっぱ一番お得なのはリスボンから18ゴールドで、文化力8、こちら行きましょう。あとはね、こちら、アンドレイユ・ルブリョフさんがね、こちら行けるみたいだね。他行ける場所って特にないもんね。じゃあこの方をこちらに移動して、さあ発揮しましょう。こちらの作品がね、どうやら生まれたみたいだね。傑作、銀行で、新しく傑作ができたと。他、ルーアンからまた選べるみたいだね。リスボンがやっぱ一番いいかな、近いしお金になると。じゃあこちら開始。さあ、そしてこちらのルートね、石膏を向かわせようとしてたんだ。何かね、恩恵があると。そして、ここね、この町の近く、ちょっとタイルをね購入していきたいんだけど、こちらとどうしようかね。ヤギまではちょっと買えないかな。そうだな、こちらちょっと買って、お金がないか。もうちょっとお金が貯まったら鹿まで取れそうだね。ヤギは一応1個あるか。シャトー城が建設できるようだね。いや、これ楽しみだね。そして、こちらのね、騎馬兵にはちょっとこちら側、見てもらいましょう。そしてどうしようかな。翡翠取りたいな。ヤギも取りたいね。まずはヤギを取ろうか。次のターンで取れそうかな。さあ、そして、こちらね、都市、一応都市向けではあるもんね。こちらで一旦ね取りましょうか。もう次のターンかな。そしたらダイヤとかが取れるようになるか。で、我が軍の海洋ユニットちょっと動かそう。特にもう何もないかな。上の方なさそうだね。ってなると、ちょっとこちらのルート開拓してもいいのかな。そうだ、都市を建設したらまた開拓者を一人乗せて、見てもらおうかな。さあ、次のターンへ。いいね、ダイヤモンドが取れる。で、できればこれ鉄もちょっと欲しいところではあるんだけど、上の国に怒られそうだよね、それだけ土地を買ったら。爆破、建設、戦闘。さて、研究が終わりました。武器庫と、新しいユニットか、が生産できるようになったと。そして、こちらね、この偉人が特に能力を発揮できる都市がないみたいだな。この場所で銀行か、商業パブか。商業パブってあんまり作ってなかったかな。そうみたいだね。商業パブが全然ない。ここも商業パブだ。でも別の施設がいいってことかな。ちょっとね、ルーアンの方に移動させた方がいいかな。こちらまでもガッと行きましょう。
そしてこちらね、牧草地、うん、水晶取っていって、でさらにこの場所に都市を建設と、うん、でちょっとお金が少ないところではあるけど、タイルをねちょっと購入して、まあ資源、うん、ここいやどうしよう、お金がギリギリなくなっちゃうけど、いやもう一個だけ、うん、これでいいかな。さあ新しい生産品、うーん、ここでね何を生産するか、かなり遠くなっちゃったからな、うん、やっぱ兵士とかが一番ターン数短いのかな。そうだね、まあ、槍兵かな、あとは弓兵80ターンか、多いね。こちらにしておきましょう、うん。さ、一旦ちょっと船の方を、まあ、都市の近くに戻しておこうか。で、まあ、お金が貯まり次第、まあ、またちょっと開拓者を買って、うん、進めていこうかな。あとは労働者も買わなくちゃ、うん。よし、さて、ブーストがかかりました、ありがたいね。さらにちょっとこちらの方までね見てもらおうか、うん、まあ特に何もなさそうかな。で、この騎馬兵に関してちょっと先進めて見ていこうか、特に何も機能があるか、うん、さあ次どんどん進めていきましょう。ん？我々のすぐそばに、まあ都市を作らないでって言ってるな。まあ無視で行こうかな。で、そうだ、忘れていた。ちょっと敵対的になっちゃったか。大使館を置こうとしてたんだ。そうそう、ずっと忘れてたけど、ちょっと大使館がね置けるのであれば、まあ中立的な国のところにはね大使館設置、お金が足りないかな。一旦でまあ大体100ゴールドぐらいか、うん、まあ中立的な国のところにはねできればちょっと建てたいな。今中立3つか、うん、さてそしてブーストがかかりました。自然と相入れないものは道理とも相入れず、それが何であれ道理に合わないものは馬鹿げている。社会制度へ覚えました。そうだな、ちょっと政策を変えて、どうしようかね、悩むところではあるんだけど、代表団獲得するための単語との影響力ポイント2、どうしようかな、これを捨てて、いやー微妙かな、影響力ポイント2、うん、これはこのままでいいかな。スパイ生産系を増やして、いやーでも迷うな、ワイルドカードもちょっと迷うところなんだけど、新しくこの商業ハブが生み出すゴールドプラス 100% っていうのが取りたいけど、進行力2倍だもんね。次ぐらいかな、このままでいきましょう。これで制作を完了、うん、さあ社会制度、新しい制度をねどうするか、ちょっと2ターンで取れるのもあるけど、ここら辺かな。何を取ろうとしてたかな、多分ここら辺りをちょっと取ろうとしてたような気もするんだよね。ボリショイ劇場か、5ターンか。あとはこちら、ナショナリズム。植民地戦争宣言。なるほどね。あとは、こちら。労働者に対する生産力。労働者が追加の施設。あ、これいいね。ちょっと覚えたいけど、まずはこちらから進めていきましょうか。
で、そう、忘れちゃいそうになるんだけど、中立国に、大使館。またの機会に。ダメか。そうだな。特に今だと国境開放、お互いこれで国境開放して大使館まで置けないか。まあもうちょっと仲良くならないとやっぱ厳しい感じかな。取引、一応国境開放に関してはもうしてあるか。そうだね、そうなると大使館どうかな。またの機会に。まあやっぱ友好的とかでない限り大使館は難しそうだね。中国、国境開放お互いにしまして、さらに、大使館ダメか。敵対してるところとかもダメそうだよね、イギリス。あー、やっぱりちょっと敵対してるね。国境開放については提案できないと。じゃあムンバイは取引、国境開放してないのかな、お互い。とりあえずね、開放しておきましょう。そしてドイツ、ドイツ国境開放より対等に上、これじゃダメみたいだね。わがままだな。まあこれでいいでしょう。私のところがね、国境開放しましょう。やっぱ大使館置けないか。仕方ないかな、置けないのは。さあちょっとこの先の方を見ていってと。石膏部隊をね、どうしようかな。特にでもこちらのルートもガッと見てったんだよね。他にね、石膏、まあ、ちょっとこちらのルート、まあ特に何もないかな、もう。さあそして開拓者の方に、あ、そうだ、シャトー城っていうのをね建てれるのかな。ちょっと準備しておこうか。で、船に関しては少し戻してと。まあこちらまで戻しておきましょうか。そしてで、こちらね、兵力はこのままで、ボルドーでお金が足りないかな。400、まあ、500円近くか。しばらくちょっといろいろ我慢する必要があるね。さあ次のターンへ。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。